次に鶴城中学校の池内蘭さんお願いします、はい、テーマは「国を越え一人の人間として」です日本人とかカナダ人とかアメリカ人といったようなものがあると 信じてはなりません一人一人の人間がいるそれだけのことですからこれは国語で学習した「握手」でのルロイ修道士の言葉だ私はこの言葉に出会い改めて自分の経験を考えた皆さんは中国人と聞いたら どんなことを思い浮かかぶだろうか声が大きいマナーがなっていない新型コロナウイルスの発生源などマイナスなイメージを持っている人が多いのではないだろうかある NPO 団体が日本国内で行った調査によると中国人に対する印象で87%がよくない。 どちらかといえばよくないと答えているしかし私は中国が好きだ私は中国人の母と日本人の父との間に生まれた幼い頃から日本と中国の文化に親しんできた日本と同じように中国にも誇れる歴史や文化があり それぞれに良いところがたくさんある中国の結婚式は真っ赤に飾られて華やかだし街は夜までにぎわっている日頃から親戚で集まって食事をしたり公園では人々が集まったりして活気がある私が中国人日本人という出身国による捉え方に最初に違和感を覚えたのは 小学校3年生の時だった友達と話していた時迷惑な中国人観光客のことが話題になった「中国人って声が大きくてやばんだよねだから私はあまり好きじゃない」と友達に言われたその時自分のことを言われている気がして心臓がギュッと握られたような感覚がした 確かにそうかもしれないねと私は返事をしたその時の私の声は震えていたかもしれない逃げるように話題を変えたがそのことは目を合わせることができなくなった中国人の全員が野蛮ではない親切な人もたくさんいる私は コロナウイルスが流行する前までは毎年中国へ行っていた中国で大きな荷物を抱えて電車に乗ろうとすると近くにいた人が一緒に運んでくれたたくさんの人が乗っているエレベーターでは高齢者や家族連れに譲る人が多い私は実際にそれらを経験して知っているしかし 友達に変な目で見られるのが怖くて自分の意見を言うことができなかったその日中国人は野蛮という言葉を否定することができなかったことで自分も母の悪口を言ってしまったような感じで罪悪感に押しつぶされそうだった次の日そんな自分が嫌で耐えきれなくなり 自分の意見をはっきり友達に言うことにした中国語は難しくて声を大きくしないと伝わらないこと中国には日本と同じように親切な人もいることそして中国人とひとくくりで見ないで一人の人間として見てほしいことなど心の中の思いを一気に話した友達はごめんねと言ってくれた 国に対する一方的なイメージで私自身嫌な思いをした何気ない一言に傷つけられることがある国のイメージで人の性格などを勝手に決めつけないで一人の人間として偏見なく関わりを持ってほしい自分の目で見て判断してほしい私が通う鶴城中学校には 外国にルーツを持つ生徒が約1割在籍しているブラジルやベトナムフィリピンなど国はさまざまだが一緒に机を並べて過ごしている今後はますます国際化が進むだろう中国と日本2つの国のアイデンティティを持つ私だからこそ人種や出身国の垣根を越えてみんなの橋渡しをしていきたい 一人人一人の人間がいるそれだけのことなのだからありがとうございました。